どうも、ひほいです。今回は、椿ファクトリーの現在について紹介したいと思います。新沼キソラちゃんの卒業公演まであと10日。連日 SNS で告知が行われ、先日の娘武道館でも自作のチラシが配布されました。チケットはまだ販売中。一人でも多くの方に来てもらいたい。メンバーの思いが伝わってきます。そんな今回は、現在のリアルな状況や、椿の魅力、そしてオタクの率直な思いをお話ししていきたいと思います。まずは現在の集客について。各種プレイガイド、ファミリー席の予定枚数は終了も、一般席はまだ残っています。その要因ですが、個人的には卒コンラッシュの影響、そして DD の減少が考えられるかなと思います。以前動画で話したように、6月は未曾有の卒コンラッシュ、特に第3週は2つの卒コンに加え、アンジュルムのリリースも日程も飛び飛びで、実際かなりきついです。そして近年チケットやグッズの高騰が続き、リリーベの単価も3倍から4倍に、複数のグループを応援するのは難しくなってしまいました。しかしこの状況だからこそ力を貸してほしい。他グループのファンに向けて椿の魅力をお伝えしたいです。椿ファクトリーの魅力は、みんなが大好きなハロプロ。この一言に尽きるかなと思います。一番の強みは楽曲の幅。王道からロック、ヒップホップにコミカルまで、ハロータおなじみの作詞作曲人のため、楽曲を知らなくても大丈夫。他グループのファンでも、絶対にハマる曲があるはずです。続いて、メンバーの個性。現在12人体制で、年齢も24歳から14歳まで、武道館では王子4人も登場予定です。初めての方は推しを見つけに、一度でも好きだった方は、当時の思いを持って来てほしいです。最後はライブ感。椿のオタク熱いです。ベリオタやチムキュー、拳組だった方は絶対にハマるはず。もちろん声を出さなくても、メンバーの笑顔やパフォーマンス、現場の熱量に触れるだけで、画面越しとは異なる感動が待っています。今月開催されたホールツアー、満足度が非常に高い公演でした。圧巻のダンスと抜群の舞台度胸を見せてくれた新メンバー。表現者として4人とも別ベクトルでパフォーマンスを確立させたリトキャメ。そんな後輩をサポートしつつ、ライブ番長として笑顔で会場を盛り上げるサニコ。涙なしでは見られない。唯一無二の関係、尊すぎるキソアミ、そして駆けつけてくれるオリジナルメンバー。キソちゃんは芸能活動を終了予定。本当に最後の共演です。今の椿を一人でも多くの方に見てもらいたい。平日18時開演、厳しいのはわかります。ただインディーズを含め9年間現場や映像で一度でも椿を見たことがある方、可能であれば武道館に来てほしい。そして今後、同じような状況が他グループであった際は、必ず恩返ししたい。一椿オタの切実な思いです。皆さんの感想や武道館の参戦予定についても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。